記者の皆様方には大変お忙しい中、今日はお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。定刻となりましたので、これより平成28年10月月例市長記者会見を始めさせていただきます。それでは品川市長から説明を申し上げます。こんにちは。お便りの中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。では早速、記者会見のお説明を申し上げます。まずですね、結構手元の資料ございませんけれども、去る10月21日に鳥取県中部で、地震が発生しました。我々、鳥取市とは姉妹都市関係にあることもありまして、ちょっと注意を払ってきたところでございますが、今まだ発生、地震も落ち着いてないようでございまして、心からお見舞い申し上げたいと存じます。でこうした大きな地震災害、自然災害がありましたときには、我々市町村としましては、すぐ、お手伝い、支援を申し上げる体制を組むところでございますが、今のところですね、知事会あるいは市町村会を通じて、鳥取市の方に、支援要請というのは来ておりません。それから、義援金というのも、考えたんでございます。まずこれは県あるいは市でですね、義援金の口座を設けられて、それから そこに義援金をお届けするというのは大切になって、なんだか通例でございますが、今のところそうした情報もいただいておりませんので、十分鳥取市、鳥取県の動向を十分関心を持って見ながらですね、適切に対応してまいりたいと存じます。いろいろ私ども報道を通じて承知し、また鳥取市の方に電話等を申し上げて情報を把握しておりますけれども、もし皆さん方におかれましては、鳥取県あるいは鳥取市はこんな状況あるぞという情報をまた賜りましたらありがたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のテーマにつきまして、議題順次一通り説明をさせていただきたいと思います。まず、平成28年度の郡山市文化功労賞、郡山市教育委員会表彰でございますが、まず文化功労賞の方は教育委員会と連名によりまして、本市の芸術科学教育体育の進歩発展に寄与された方に郡山市文化功労賞を、そしてまた教育委員会では学校教育、社会教育、体育、教育業者の進歩発展に貢献し、その功績が顕著である個人の方を教育功労者として、また団体を教育関係優良団体として、郡山市教育委員会表彰を実施しております。で、今年度の受賞者は、別紙お配りしてあります。で、この文化功労賞が3人の方、教育委員会表彰として教育功労者表彰が16名の方、教育関係優良団体表彰が2団体の計20件でございます。なお表彰式につきましては、平成28年11月4日午前10時から郡山市市役所の本庁舎2階政庁において、先に店頭により順延といたしました郡山市功労者表彰と合わせまして、文化功労賞及び教育委員会表彰を行う予定にしております。で、功労賞の方は市長市それから教育委員会連名でございますが、教育功労賞の方は教育委員会、郡山市教育委員会表彰でございます。局長特にご説明をお願いいたします。はい、ご説明がありました通り、教育委員会の表彰といたしましては、個人16名、2団体ということになります。で、別紙1、ご覧いただいているかと思いますが、教育功労者といたしまして、学校教育の振興発展に寄与された方1名、
それから社会教育の振興発展に寄与された方5名、体育の振興発展に寄与された方3名、教育関係優良団体として社会教育の振興発展に寄与された団体2団体ということで、記載してございます。詳細につきましては別紙の1の2により、具体的に記載してございますので、よろしくお願いをしたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。郡山市文化功労賞受賞者のご3名の方につきましては、資料にありますように吉川慶治先生、松崎和美先生、阿部雄一先生のお三方に、文化功労賞を受け取りいただく、としております。次に、ネーミングライツスポンサーの優先交渉権者決定についてございます。先に公募するということはご案内申し上げておりますが、8月1日から9月15日までの募集期間といたしまして、ネーミングライツスポンサーの募集をいたしました。で、海星山野球場に応募が4件ありましたので、郡山市広告事業審査委員会におきまして、ネーミングライツスポンサーとしての応募資格、ネーミングライツ料、契約希望期間、応募理由、相性の妥当性、それから社会貢献等の実績及び今後の計画等につきまして、総合的に審査を行った結果、優先交渉権者を株式会社ヨークベニマル様に決定いたしました。愛称はヨーク海星山スタジアム、ネーミングライツ料は年額510万、契約期間は平成29年2月1日から平成34年3月31日までの5年2ヶ月でございます。で、今後ヨークベニマル様と契約締結に関わる協議を行わせていただきまして、11月下旬にネーミングライツスポンサーの契約、平成29年2月1日からネーミングライツの開始を予定しております。なお応募がございませんでした他の3件ですね、中央公民館、八ツ山田子ども公園、郡山カルチャーパークの3施設につきましては、平成29年度に募集予定の、市民文化センター、郡山総合体育館、海星山陸上競技場等と合わせまして再募集の実施を検討してまいりたいと思います。で、次が安達太良さん、火山防災マップでございます。歴史をたどりますと、安達太良さんも1900年、明治33年のちょうど7月17日に、その直前、1888年に磐梯山に、同じ7月の7月15日に爆発しておりますが、それ以来ずっと特に火山活動はございませんが、日本全国至る所で噴火のございますので、安達太良さん全体の火災マップ、防災マップについてもようやく出来上がりましたので今日説明させていただくわけでございます。で、ここにございますように、のマップを作ったわけでございますが、これを皆様に、市民の皆様にお配りいたしまして、当該地域の可能性の高い地域の皆さんばかりなくてですね、たまたまその日にそこに旅行に登山に行かれるかもしれませんので、できるだけ広い皆様に広く周知をさせていただきたいと思っております。で、当火山防災マップは、平成14年3月にもともと作っておりましたが、その後平成26年9月の御嶽山噴火等によりまして核火山法の一部が改正されたことから、また国において新たな火山被害想定を示されたことから、14年ぶりの改定をしたものでございます。で、すでに対象地区住民の皆様ですねに対しましては9月26日から説明会を実施していたところでございます。随時、広く説明会を実施してまいりたいと考えております。
今後の予定につきましてはですね、まずは対象地区約1500世帯の配布をさせていただくとともに、登壇者や観光客の皆様には、関係機関、団体と連携し、十分に、あらかじめですね、この地域の、事情をよく、承知いただけるように対処してまいりたいと思います。なお、安達太良さん周辺市町村でもですね、同じものを作っておりますので、これ、食い違いがあって、あるいは矛盾があってもいけませんので、県ご当局とも相談しましてですね、安達太良さん の, 周囲の市町村も、福島も入るんでございますが、福島、郡山、本宮、二本松、猪苗代、そして、福島市と、こうした地域との、相互の地図の作成において矛盾がないのか、あるいは相互がないのか、そしてまた、全体としましてですね、どのように関連市町村が協力していくのか、県のご指導にいただけるように十分連携を取ってまいりたいと思います。その次が、感染症流行警告アプリ愛称ウォーニングのワーニングと言っていますが、この情報をいただくサイトのオープンをする予定しております。で、このこれはウェブアプリで、皆様に情報いただくわけですが、このアプリは本市が今年度から加盟いたしました全国12の県と して構成しますオープンガバメント推進協議会で運用しておりますので、本市も11月から運用を開始する予定で、をしております。で、お手元の資料にございますようにオープンガバメント推進協議会とはということで簡単な説明を載っておりますが、地方公共団体、それから大学民間企業等もこれに参加しておりますので、より広くですね、例えば市民の皆さんが旅行する際そのにあらかじめ、訪問先の、地域におけるですね、感染症の情報もあらかじめ入手できるようになると思います。すでにこれはある情報会気象情報会社ですね、桜前線ってやってますですね、うちの町で桜咲いたよとかですね、まあ言ってみれば感染症の前線というのは流行をこれによってお互いに国全体で広く情報を確保できるというものでございます。で、まずはですね、自治体がどういう情報が入るかということですが、一つは自治体が保有する感染症発生状況の表示機能でございます。当然、今もですね、感染症発生いたしますと保健所の方において、いろいろ情報を発信いたしますが、これも今までは、言葉での文字情報でございましたが、今度はアプリの地図やグラフで表示することが可能になりますので、より、まあ、自分のところの、感染症の流行状況についてですね、より分かりやすく、の情報提供することが可能になると思っております。で、スマホやタブレットから手軽に確認できますので、市民の皆様の、ご自身の健康管理に十分お役立てていただけるものと思っております。なお今どんどん、アプリが開発進んでおりますので、行政サービスに使えるものについてはどんどん、対応してですね、市民の皆様に十分、将来的な市民、言ってみたら市民ビッグデータ、市民版のビッグデータ活用に貢献するように私も対処してまいりたいと思います。それから次が大月所属公園子どもの遊び場オープンでございますが、資料後にありますように、まあ、4カ所の整備をしておりますけれども、大月公園子どもの遊び場が
11月5日に協議が始まりました。改正後の開設後の管理運営につきましては、現在大月公園をに指定管理者として管理いただいている学校法人新潟総合学園への指定管理委託とすることとしております。他の3カ所の分析につきましては、資料に簡単に示しておりますが、大江スパシフィック公園子どもの遊び場および、八ツ山田子ども公園につきましては平成29年2月頃、それからカルチャーパーク子ども遊び場につきましては平成29年来年の3月頃を予定しております。なお具体的に、合併が明確になりましたらまた後ほどご案内申し上げたいと思います。今日の、5つのテーマについては以上のご意見でございます。あとは質問なり、ご意見なりいただきたいと思います。ありがとうございました。